とじけ出し。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ギアツ君倒したんですけど、あれですね。普通に、全然、もう武将が、もう青い状態で始まりましたね。よかったです。では、信長の横太刀、ウィズパーピット、天下武士ナリオの、里見坂編、第16話になります。吉坂さんは、前回、死んでしまいました。はい、では、開発の方ね。こっからね、楽しくなってきますね。うん。吉坂さんのね、対面がね、志はちょっとひどかったので、ね、もう、散々でしたね。かしこまった。一気の対策をするために、大変でした。で、多分ね、気がついた方いると思うんですけどね、動画のね、始めたら元気がなくてね、うん。動画の終わる時だけなんかね、元気、あったなぁとかってね、思った方もいるかと思います。うん。承知いたしました。そりゃそうです。あんまり、ちょっと好ましくないようなね。うん。あんまり、ね。最初は面白くなかったですからね。はい、撤去で、ここ、撤去して、どうしようかな。ここ撤去して、ここも巡検所立てちゃおうか。の方が楽だよね。かしこまった。一ヶ月待てば。かしこまった。ほ。一ヶ月待って戦争をかければ、ここでいくらでも潰せますもんね。守り上げ上げですけど、1、2、3、4、5個、5000も、お、6000ぐらいか。7000ぐらい。1、2、3、4、5、6。うん。ここは届かないもんね。ぐらい多くなれば、いいかな？じゃあちょっと、一ヶ月だけ進めちゃいましょう。歩兵をちゃんとしとこう。ここ OK。ここか。かしこまった。で、大丈夫だよね。はっ！ここちょっと少ないね。で、1ヶ月待って、10月に、宇和村を攻め込みましょう。報告いたします。先月の収支です。表情を始めようか。民地上昇台。刀狩りが覚え出る。欲しいね。刀狩りは取れないね。民地上昇台、農業と論議。農業論議。58、60チャンネル。よし、表情は終わりだ。民地上昇台。これ取ります。あと、刀狩りね、徐々に取っていきましょう。ゲッチよ。では、先生に報告します。ノッブに行きます。大丈夫だね。うちらの同盟とは特に関係ないね。行きます。さあ、戦だ。楽しもうぜ。我が力を貸そう。本当はノッブに、なんとかしてほしかったんだけど、坊主と同盟結ぼう。神前、坊主と、神前。は。どうせこっちまで行くのに1年はかかるはずなんで、1年あれば、神前できるんでね。隣接の前に、同盟を結んじゃいます。よし、7万。6万もいらないんだよね。3万ぐらいで7万出してくんないかな。考えが甘かったですね。じゃあ、しょうがない。出しましょう。7万3000。進め！もらいます。では、進めていきます。ここを落とせば、一気にポンポンポン取れちゃうような気もしてくるんだね。
何日で着く？30日、1ヶ月。じゃあ、ここら辺も。ここは、いらない。んー、こんな感じかな。進め！で、30日で、35日のここに、置いておきますか。じゃあ、進めていきます。天も人も俺に背くことは許さぬ。で、もう出来上がってるはずだから、順天堂が15200対 1.5 倍で当たれる。多分いけるんじゃないのかな。戦場で死にたかった。いやー、こんだけ兵を集めてるんだよ。浜津城に所属していた。いや、浜津出てるでしょう。本願寺鈴を結びます。報告いたす。ご命令を。多分出てたと思うよ、今の部署。まあ、見てないからわからないですけどね。はい、ではもうこれ当たってるはずだよね。当たってるね。では、進めていきましょう。歩兵一応やっとこうか。格の違い見せてやるよ。であれだよね、手紙、あれあれあれ、さっきまで全員ね、ことじけなし、青かったのにね。ことじけなし。大宴会終わるとなんかあれかな、ちょっと忠誠度下がっちゃうのかな。あ、とりあえず進めていきます。勝って兜の王を締める、埋もるでないぞ。はい、取れましたね。じゃあそのまま突き進んでいきましょう。1212取れる、勝てる。皆の者、我に続け。こっから、ここで、集合場所ここで、そんな強い武将じゃなくて、こんな感じで、で、これも、これ一部隊でいいね。これは強いから一人で大丈夫だね。5人ぐらい持っていけば多分どこでも勝てるはずなんで、5人持っていきましょう今回は。ちょっと贅沢なね、使い方をしています、今回ね。これでいいね。あ、こんな強い武将ばっかりね、こんな触っただけで取れるようなね、場所に持ってくのはちょっと、心苦しいんですけどね。これは、いざ参る。ここら辺かな？岐阜あたりかな？目指すのは。先に行くぞ。ついてこい。これ取って、犬山で行けるでしょ。これ取ってここ行けるでしょ。うん。こんな感じで。あとはこっちから、1万ぐらい。あ、いいね。1200ぐらい。ちょうどいい。いろいろと使いやすいんじゃないのかな。とりあえずこの辺に持ってこうか。皆の者、続け！で、こっちからも、1万7000ぐらいの舞台。うん、ちょうどいいね。ただ舞台が、ちょっと待って待って待って、これなんかおかしくない？一人で1万も持ってくる。いや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 、これ1万あるからいっぱいあるでしょ、強いでしょっていう話じゃないよね。
じゃあこのぐらいで。ああ、やっぱ全然いないから、この1万部隊持っとかなきゃダメだね。後に続け。参ります。まずここら辺行って、巡検所を潰そう。後に続け。で、こんな感じでね、進めていきまーす。赤子の手をひねるようなものよ。はい、そうですね。走り抜けてるだけなんだ。赤子の手をひねる。いざ参ろう。ね、赤子の手をね、ひねり潰してくるもんですね。するぞ。はい、ではね、進めていきます。次は子が取れるのかな。この8200はもう長島に行っとこうか。ああ、長島、ちょっと、あれだね。まずいね、行ったら。ここだね。巡検所壊さなきゃダメだね、先にね。おー、ここは、あれなんだ。なんで ?2000、そういうことか。初期化個別無人で。戻ってきちゃったってことだね、これね。かしこまった。かしこまりました。方位にしときます。水攻めちょっと失敗する可能性もあるんでね。他が攻めてきたらね、多分取れなくなっちゃうんで。じゃあこれはどうしようか。こっち狙うよりもここらと何日?4日。こっちあれだね、ここ狙っといた方がいいね。出陣する。じゃあ進めていきます。強行で7日、いいね。まあよかったよかったよかった。こっち狙っといてね。したらまあ行くとしたら郡上八幡かな、狙うとしたらね。じゃ進めていきます。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。ああ、岐阜もいいね。ゼロだね、岐阜ね。岐阜ゼロ。手を打とう。うち7日。皆の者、我に続け。いざ参る。これ3日、まあいいや。岐阜にしよう、こっち。16日かけて、岐阜行きます。ついてこい。報告いたす。ご命令を。さあ、金銭収益だいぶ悪くなってきましたね。歩兵をね、ちゃんとやっていかないと、ノブとの戦いは、金銭収益との戦いになってくるんでね。まだなんか少なくていいね。まだ少ない方がね。普通2個の城に1万とか入れられちゃいますからね、ノッブね。じゃあこんな感じ。3個落としたのか。そしたら、まず、撤去。あ、ここであれか。長島?ちょっとね、巡検所で買ってきたかな。うん。あ、ここも巡検所生きてるんだ。悪くはないですね。まずこれはいらない。ここ取っとこう。これさ、確かうちらが作ったところだもんね。もうちょっとしたら、もうここら辺いらないかな。ここはいる。あともうちょっと取るまでは放置しとこうか。で、ここは、巡検所立つとこ。かしこまった。郡上八幡、少しでも有利に、ね、当たれそうですね。ここを潰すのもったいないね。ここいらないね。撤去。ここ撤去でいいね。
じゃあここも撤去か。ここ勝てるしいいか。戦場大丈夫だよね。行くぞ。はい、では進めていきましょう。強行投下ですね。岐阜帰ってきちゃうかな。帰ってくるっていうか入れられちゃいそうだねこれね。この戦、こっちはもらったぞ。片付けない。岐阜あれだね。多分他のとこから入ってくるね。まあ一番もいればなんとかなるでしょう。じゃあ大垣行こうか。手を打とう。皆の者、我に続け。いいね、ちゃんと準言場壊しに行ってるね。帰ってきたね。そら、方位だね。岐阜は方位で落とします。で、出てこられても大丈夫ですね。問題ない。こんな感じで行きます。待機する。勝ち合い、分散ありがとうございます。勝って、かぶとの王を締め。おごるでないぞ。ここもあれか。4があるんだ。いやー、長島の場所、やばいね、順天堂。行くぞ。ここはどう？ここ当たってくれるのかな？どうなんだろう。ここで当たってくれるんだったら、絶対勝てるよね。皆の者、我に続け。あ、でもこれここがいるから問題ないか。問題ない問題ない。そっち行く必要ない。行くぞ。じゃあここだったら安土の方が戦場広いよね。安土行きます。皆の者、我に続け。安土でゴリゴリね、潰していきます。じゃあ進めていきまーす。報告いたす。先月の収支です。表情を始めようか。我に策あり。なんかここら辺の上の方ってさ、あれが取れる、上がるの増えるんだよね。じゃあ、とりあえず、論議と農業で、農業ポイント貯めとこう。上の方だとね、兵糧収益がね、かなり上がってくるんで、上の方取るとね。よし。で、かなりね、楽に、ぬるゲーになってくるんですよね、上のこっち取るとね。まあ、こっち上取っとこうか。じゃあ、進めていきます。刀狩りとかもね、取りたいんだけどね。伊達政宗まだ来ないね。片付けない。ご命令を。今年入っちゃったかな。勢力南部さん武将。伊達さん入ってないね。あ、小次郎と何歳差があったのかな。なんか大した差がなかったような気がするんですけどね。歩兵多分どっか取ってる取ってる。優しい優しい。は。大垣も優しいね。は。とりあえず大垣はあれだね、孤立しちゃったって感じだね、今ね、取ったけど。じゃあ進めていきます。天も人も、俺に背くことは許さぬ。我が野望、何人たりとも止められぬ。待機します。よし、待機します、出て。ここはとりあえず、家康君は壊し終わったね。
さあ、リアス君どこ向かおうか。ここで行くと負けちゃうもんね。ここ行きたいんだよね。ここでなんか当たる？ここで。17000と当たる。それじゃダメだ。待機してやり過ごそう。朝廷よりお金をくださいですね。あげます、あげます。で、参るぞ。こっち行って、ここ行って、順元を壊したいね。皆の者、続け。あれ、安土行く前に、日の寄ってけば、なんか日の取れそうだね、それ。手を打とう。皆の者、我に続け。ここでちょっともう少し順元に、ここも、ここはしたいよ、ここも。かかれ！あ、大丈夫です。勝てますね。死力を尽くした甲斐があった。じゃあ、正幸さんち、キヨツ入ってもらおう。入場。そうすると、ここがゼロになっちゃいましたけどね。はい。まあ、キヨツの方がいいでしょ、こんなところよりね。じゃあ進めていきます。ああ、こう帰ってきちゃったのね。うん。じゃあ方位にしとこうか。で、ここは戦場どうなの？弱いね。じゃあこっち行きまーす。皆の者、我に続け。安土でね、待機して、待ちます。ほう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 。ここで出てくると。で、歩行場さんは倒し終わってる。だからじゃあこっち横行こうか。後に続け。で、これは、行くぞ。戦場は不利なので、ここの4があるんで不利なんで、どうしようかな、これ潰さなきゃダメなんだよね。でも、ここで当たって不利だからね。ここで当たっても無理だよね。ダメだね、ここで当たってもね。しょうがない、どっかこっちの向かおうか。ちょこっと移動しよう。続け！報告いたします。先月の収支です。加藤清正が元服ですね。ありがとうございます。まあ、有名なね、武将だと思います。片付けない。ご命令を。はい、ということで、じゃあね、とりあえず防衛の方をね、して、16話ね、終了していきたいなと思います。キヨスだね、取ったのね、1万6000もね、入れられてましたね。はい。ではね、ご視聴いただき、ありがとうございました。